皆さんおはようございます。元チャンネル元産経新聞社会部記者の三枝元太郎です。例のですね、羽田空港の事故から、一昼夜経ちました。今、夜の9時ぐらいに撮ってるんですけれども、産経新聞がですね、18時41分に海保機に滑走路への侵入指示なし、日航機着陸支障なし、羽田事故で国交省が更新記録公表という記事を出しています。海上保安庁にですねの飛行機に対しては管制は、侵入していいですよとは言っていませんという、内容です。これを読むとですね、まあ、あの 一義的にですね、過失があったのは、海保側かなというふうに読めます。で、僕もまあ可能性としてはね、それは大きかったんだと思います。今警視庁の捜査一課がですね、特殊犯捜査係という、おそらく事故自動車のですね、ビッグモーターですね、ビッグモーターの器物損壊事件の捜査をやっている警視庁捜査一課特殊犯捜査係というところが入っていると思います。で、まあ、あそこはですね、刑事責任を追及する、場所部門ですので、おそらく機長さんの刑事責任が追及される可能性は、かなり高いと思いますけれども、僕としましてはですね、これは誰かが悪かったというよりは、今後ヒューマンエラーをですね防ぐにはどうしたらいいのかという、視点でお話ししたいと思います。それともう一つはですね、脱出劇ですね。脱出劇、非常にこの全員脱出、お一方の死亡もなくですね、あれだけ炎上した飛行機から全員を脱出することができたと、これに対してですね、今マスコミのですね記者会見でのその質問についてですね、非常に批判が集まっています。で、僕も一応ですね、20年余り、もっとか、30年近く、一応、新聞社に席を置いていましたし、実は国土交通省担当もですね、多分3年ないし4年ぐらい、通算でやったと思います。で、僕は、実は先に申し上げておくと、それほど事故調査の、関係にですね詳しい知見を持っているわけではありません。国土交通省というのは局がたくさんあってですね、僕はもっぱらよく回っていたのは道路局、河川局、港湾局、海事局、いわゆる政治家の口利きが多いところを実は狙ってよく回ってたんですね。だから他にも都市なんとか局とか、もう覚えてないということ時点で大体回ってないなというのはバレバレなんですけど、総合政策局かな、あとは住宅局とかそういうのがありました。あとは航空局、これもあったんですが、まあ、たまに回ってましたけど、それほど、詳しいわけではありません。ただですね、今回のまあマスコミの記者会見の質問はちょっとひどいなと思いました、正直言って。これだったら何にも質問しない方がまだマシだなっていうぐらいでした。それは後でちょっとお話ししたいと思います。とりあえず産経新聞の記事を読みます。羽田空港で日航機と海上保安庁の航空機が衝突した事故で、国土交通省は3日両機と管制官のやり取りに関する更新記録を公表した。事故で5人が死亡した海保機との最後の更新は午後5時45分19秒事故の直前1分半前で、記録上は海保機に滑走路への侵入指示は出ていなかった。両機と管制官とのやり取りは全て英語で行われた。更新記録によると、最初の更新は5時43分2秒、日航機の機長から JAL516 スポット18番ですと連絡があり、10秒後に管制官が滑走路に侵入を継続してください。出発機がありますと指示。同45分1秒に日航機から滑走路着陸支障なしと報告が入った。一方、海保機の機長は同45分11秒に JA722A 市誘導路上ですと応答があり、管制官は1番目、滑走路停止位置まで地上走行してくださいと返答。同45分19秒に機長から滑走路停止位置に向かいます、1番目ありがとうと連絡があり、このやり取りが両機とは最後の更新になったということです。ただこの後ですね、90秒あるんですね。まだこの90秒に関してはですね、まあ、フライトレコーダー、ボイスレコーダー、フライトレコーダーはまあ
あの飛行機のそのフライトの関係なので、まあボイスレコーダーの方がおそらく、有力な証拠になる気がしますけれども、この英語でのやり取り、ここでですね、お互いにこの、あのやり取りしている時にですね、齟齬がなかったか、つまり、管制官はあの停止位置で止まってくださいと、でこれに対して滑走路停止位置に向かいますとは言ってるんですけど、止まりますとは言ってないので、この後一回停止位置に向かったのに、なんか別の飛行機との交信を聞いてですね、自分のことだと勘違いして、例えば行っていいみたいな指示があったと、例えばこれは、確か D 滑走路だと思うんですけれども、 ABC の別の滑走路かなんかの飛行機に対してした指示を自分のだと勘違いしてしまった可能性っていうのもあるなと。おそらく事故、あの運輸安全委員会はですね、そこら辺のところまで相当細部を詰めていって、今後ヒューマンエラーをなくすにはどうしたらいいのかという方向で調査を進めるはずですので、そこはきっといろんなことが分かってくると思います。僕は今この記事を読んだ限りでは、解放機に第一当事者的な、過失責任があるようにこれは一見見えますけれども、事故というのは誰かが 一義的に全部悪くて事故が起こるということはありませんので、いろんなこうなんかやり取りの、ミスが起きてしまったんだろうという気がします。まあちょっときついこと言ってしまえばね、日航機も例えばゴーアラウンドするということが可能だったかどうなのか、まあできなかったっていう方がおそらく可能性は高いと思うんですけれども、そこも含めておそらく、運輸安全委員会は調べると思います。そこがやっぱり大事なとこなんだと思います。ただあの外国ではね、海外ではあの刑事訴追っていうのはしないそうなんですが、航空機、僕はこれに関してはですね、必ずしも日本のシステムが僕は悪いとは思っていなくて、まあまあ発想が日本的な発想なのかもしれませんけどね、やはりあの5人の方が亡くなっているということもあって、まあ業務上過失致死傷という容疑になるんでしょうけれども、これのまあ刑事責任の追及は僕は仕方がないことだと思ってます。ただし仮に機長さんが立件されたとしてもですね、この海保側のね、機長さんが立件されたとしても、まあそんなに重い罪にはならないだろうと思います。これはね、やっぱりこういうやり取りっていうのは本当に微妙なやり取りで、あの海保機の方もですね、ちょっと、急いでたという事情があったのかもしれない、それもどうかわからないので、これは今後の調査に委ねられるべきところだろうと。で、実はちょっとテレビ見ていてですね、面白いなと思った、面白いなというか、まあえって思ったのが、小林さんという元日航機のパイロットさんだった方がですね、お話ししてたんですが、あのスタジオの、まあ、芸能人の方とやり取りしていて、信号とかで止めたりっていうのはできないんですかということに対して、海外ではありますが羽田空港ではありませんというような答えを、小林さんがしていたと思います。僕ちょっと詳しくないんで、それ以上あの審議もちょっと詰められてないんですけれども、僕はこれ面白いなと思って、ヒューマンエラーを防ぐにはですね、機械で防ぐというのが一番いいですから、例えば信号機とかですね、そういうものを設置することが果たして可能なのかどうなのかっていうのは、ぜひ国土交通省にもですね、検討していただければいいなと思ってます。やはりね、正月返上で新潟に助けに行こうということで、まあ、出発しようとした飛行機がこういうことになってしまってですね、やはり僕としても、まあ、非常に本当に残念だなというか、何かの不幸な偶然がこういくつか重ならないと、こういう事故はなかなか起きないと思うんでね、一応滑走路上というのは一番危険な場所なので、皆さん緊張してるはずですし、あとね、これね、あの こういう事故があったんですよ。実は羽田空港でね、2023年、去年ですね、6月10日にタイ航空とエバー航空、エバー航空って台湾らしいんですね、タイはもちろんタイ国際航空でタイ国です、エバータイ国際航空683便とエバー航空189便という、2機の飛行機がですね、羽田空港でなんと接触してるんですね。これはタイ国際航空機の右主翼部分の先端が誘導路に止まっていたエバー航空機の左水平尾翼に接触してしまったと。で、両機とも管制官の指示に従っていたということなんです。で、これはどうもね、管制ミスということではなくて、あのタイ国際航空がですね、エバー航空、止まってたエバー航空の側にちょっと寄っちゃったっぽい
感じなんですが、これもでも事故調査委員会の最終報告出てませんので、運輸安全委員会の調査報告出てませんので、まだちょっと断定的なことは言えませんが、逆に言うとね、これだけ過密な空港だというのは、羽田空港はそういうところなんだというのは、まあ、知っておいてもいいかなという気がします。国交省の、航空局によれば1日に500便それから1時間に約1200回の離発着があって、1時間あたりは最大80回だそうです。でアメリカ一番世界でですね過密と言われているのがアトランタのハーツフィールド空港というところらしいんですが、ここは年間に100万回弱の離発着があるそうです。羽田は約それでも30万回弱、まあ、これ多いと、まあ、世界的に見てねアメリカと比べたらっていうのはありますけど、日本では一番多いそうです。ちなみに滑走路1本あたりの離着陸が最多なのは福岡空港、まあ板付空港とも言いますけどね、そこが一番滑走路1本あたりは多いそうなんです。で元旦2日というですね、やはりまあ、2日ですね、2日という、まあ、お正月期で非常に飛行機が混み合っていたところにですね、海上保安庁の航空機が、まあ、臨時でいわば出発しなければいけない状態だったということで、イレギュラーな部分がおそらくいくつかあったと思うんです。で海保機もね、その元パイロットの小林さんは慣れてるはずだとおっしゃってたんで、まあ、僕もそうだとは思うんですが、やはりまあそうは言ってもね、ちょっと、まあ、イレギュラーというか非日常的な、出発を、まあ、同じ羽田空港からしなきゃいけない。例えば僕は実は新潟の地震があった時にですね、2004年ぐらいだったと思うんですけれど、新潟の十日町とかですね、あの小千谷のあたりで大きな地震があった時に僕大阪社会部にいてですね、あの時は八尾空港からヘリコプターで立ったんですね。で僕新潟まで行ったんですけれども、そういうなんて言うんでしょう、過密じゃないところはいいんですけれど、やっぱ羽田にもともとこの海保の機体はあるので、やっぱ羽田から出ざるを得ないし、まあ、横田なんかはね自衛隊、まあ、米軍の基地ですから、まあ、そっちの関係の飛行機になっちゃいますから、やっぱりどうしても混み合ってしまうというのはもう昔から羽田は言われているんですね。僕は昔その国交省担当だった時にですね、全日空さんが面白い勉強会をやってくれましてですね、空弁っていうんですけど、空の勉強と書いてですね、まあ普通は空弁って言ったら空の弁当だと思うんですけど、勉強とやってですね、記者を集めてレクやったことがあったんです。広報にね、なんとパイロットがいて、でもしかも聞いたらね、あの人は腕いい人なんだよっていう方がね来てたんですよ。で広報は一応肩書き広報を持ってるんだけど、日頃から乗務員として機長さんで登場してる方らしいんですね。でその方がね、まず講師役で来てくれたんです。面白かったですね。もう何年か前までに間違いなく資料はここにあるっていう、その時いただいた資料大事に保管してたんですけどね、なくなっちゃったんですよね。こう面白かったのはね、例えば、伊丹空港とか成田空港っていうのは気流がですね不安定で、たまに変なこうガーッと動きをするんで注意が必要とか、熊本空港と鹿児島空港だったかなが山に作ってる空港なので、傾斜が急で降りるときにこう上手に降りないと、どん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 先に行ってしまうので、オーバーラン しやすい空港なんだとか、あとはセントレアですね、中部国際空港は非常に、まあやりやすい空港ですとかですね、いろいろこう現場の視点で教えてくださって、すごくためになったことがありました。今でもそれを覚えてるんですけどね。羽田がとにかく大変なのは飛行機がとにかく多い、数が本当にもう管制官は職人技だって言われてるぐらい難しい空港なので、まあその辺のところをですね、もうちょっとヒューマンエラー、まあしょうがないとは言いませんけれども、やはり起きてしまうとですね大きな事故につながってしまうので、そのヒューマンエラーをなんとか防ぐ方法を、国土交通省には、検討していただきたいなというふうに、僭越ながら思います。で今回のですね、脱出劇、日航機奇跡の18分、実は日本航空はですね、1985年でよかったと思いますけど、日航機、有名な日航機墜落事故ですね、520人の方が亡くなった、あの事故以来ですね、死者が出る事故は起こしていません。全日空も確かかなりもう60年ぐらい
事故起こしてないんじゃないですかね。東京湾に飛行機が墜落した事故以来多分起こしていないように記憶してるんですけれども、間違ってたらごめんなさい。かなりいずれにしてもかなり長い期間あの死者が出た飛行機っていうあの事故っていうのを起こしてないんですね。で今回の奇跡の18分、まあ、90秒で、全部出すのが、理想的なんだそうですけど、まあまあそれは無理ですよね。羽田空港で日航機と海上保安庁の航空機が衝突した事故で、炎上した日航機から乗客乗員379人全員が無事に脱出したことについて、欧米各紙は奇跡を目撃した、客室乗務員 CA たちは素晴らしい仕事をしたなどと称賛の声を伝えた。欧米各紙が事故を伝える記事の見出しにはミラクルという言葉が並んだ。イギリスガーディアン紙はまず第一に、私たちは奇跡を目撃したと言わなければならない。あの飛行機から乗客全員を降ろした方法はほとんど信じられないほどだ、との元民間パイロットの談話を伝えた。米ニューヨークタイムズ紙は、旅客機の安全教育の専門家の話として、驚くべきだ。CA たちの反応速度は目を見張るものがあった。本当に奇跡だった。またロイター通信は、CA たちは素晴らしい仕事をしたに違いない。乗客全員が降りられたのは奇跡的だった、との航空分析会社の専門家の話を伝えた。まあ、この後ずらずらっと産経新聞書いてありますけれども、これに対してですね、全くそうは思わなかったのがどうも日本の報道機関のようなんですね。でかなりですね、ちょっとねすっとんきょな質問をしてるんですよ。まあ一例を挙げます。朝日新聞の矢島記者、着陸許可が出ていない場合に着陸することはあるのですか。これあの日本航空の記者会見で、答えたのは安全推進本部長常務取締役ですね。それから運輸総務本部長、この方も常務執行役員です。答え、通常はありません。ただ現在確認中です。まあ、ここまではいいです。で、確認をするとは、何の確認をするんですか、誰に何の確認をするんですか、乗務員に対してです。これが答え。いつ聞く、で、これに対して朝日の矢島記者は、いつ聞く予定ですか、御社の信頼にも関わることなんですよ。まだ言えないってことですか。で、これに、対してですね、日光がこう答えてます。原因追及は運輸安全委員会で客観的に行っていただく必要がありますので、ここで断定的な話ができないことをご容赦いただきたいと。もう全くこれ日光が言ってることがその通りですよね。まあだって日本航空が我々は正しいって言ったら解放が悪いことになるでしょ。日本航空が、我々はそこはちょっとみたいなこと言ったら絶対叩かれるに決まってるじゃないですか。ね、何なんですかね。東京新聞の宇佐美記者、乗客の避難誘導については適切に行われていたのでしょうか。でこれしばらく絶句。はい、安全を確認してお客様の誘導を最優先したということですと。いや、なんか問題があったんですかね、今回の避難誘導について。共同通信の山本記者、確認中のことが多いのはわかるんですが、最初に謝罪した意味は何なのですか。これもちょっと意味はわかんないですね。答え、ご搭乗のお客様関係の皆様にご迷惑をおかけしておりますし、羽田空港でをご使用の皆様にもご心配をおかけしているお詫びでもありますと。お亡くなりになった海上保安庁の方々へのお悔やみを申し上げた次第ですと。これも僕は答えに何ら間違ってるところはないと思うんですけれども、で、日本テレビの佐々木さんという女性の記者、滑走路が閉鎖されたことによって他社の便に影響が出ましたが、他社に対して何かしましたか。特に何もしていません。これ結局ね、何が言いたいのかなと、とにかく日光を叩きたいのかなっていう、ちょっとね、よくわかんないですよね。でね、これ僕思い当たる節あるんです。あのね、これ記者の習性なんですけど、僕は違いますよ。僕は記者会見でハッスルするタイプではなかったので、あの、こういう人身事故が起きるとですね、記者いたけだかになる傾向が昔からあったんですよ。で今回の事故も日航はまだどうなるか分かんないから、いろいろこう言えないですよね。そこにね、わーってやるんですよ。でやったところで何が分かるかって、今のこの答え見てもね、何らこれ記事に書けそうな答えないでしょ。だからなんか意味があるのかどうなのか僕正直分かんないんですよね。なんか自分の日頃の鬱憤をね、こうなんか晴らしてるように、あの、いやもうこれちょっとね、あの、別に OB ずらしてなんか言うわけじゃないですけど、これはね、やっぱりちょっとね、あの、しかもカメラ回ってるところでですよ、
やっぱりちょっと考えた方がいいと思いますよね。でこれはね、この、まあ、皆さんこれYouTube とかにも出てますんで、もしご関心ある方は、見ていただければ呆れるようなことがあると思うんですけれどもね、これね、記者の特に産経はそういう教育あんまりしてなかったですけど、僕佐賀市の記者にね、こんなこと聞いたことあるんです。記者会見は真剣勝負の場だから相手をこう落とさなきゃダメなんだと。だけどね、記者会見で相手が落ちたっていうことってあんまりないですよね。この間望月磯子さんがね、ジャニーズの時にわーってやってましたけど、まあどちらかというと僕まあ望月さんなんかも事件また長かったですから、おそらくわかると思うんですけれどもね、普通はね、むしろ記者会見の外のところが結構やっぱり勝負ポイントなんですよね。こう二人っきりになった時とかね。でまあまあ僕覚えてるのは大河内清輝くんのいじめ自殺事件っていうのが昔ありまして、その時の質問した時にですね、そのいじめた子の方から話を聞いて大河内くんを指導したって言った時に、すると大河内くんはまあみんなでタバコを吸ってたっていう話だったんですけど、大河内くんはそのタバコを吸ったという加害者側の立場としてそのままずっと置かれてしまったんですかっていうふうに聞いたら、まあそうだということを答えたんで、あ、これは記事に書けるなと、書かなきゃいけないなと。要はそのいじめられたというよりは一緒にタバコを吸っていた非行少年扱いを学校はしていたんだと。そういう時にまあでも結構ね考えて、僕質問考えたつもりだったんですよ。こうでこうでこうだからこう言ったらこう返ってくるかなみたいな感じで、これね、なんか何のために質問してるのかちょっといまいちよくわかんないんですよ。で前にもね、実は、大きな事故の会見って僕何回か出たことあるんですけど、印象的だったのはですね、 JR 福知山線脱線事故、皆さんまだご記憶に新しい方も多いと思います。確かあれも2004年か2005年ぐらいにあったですね。あの時僕現場に実は記者会見行ったんです。 JR の JR 西のその時にね、記者某 Y 新聞の記者がね、バカ野郎お前そうやってさっきから謝っとるけどベロッと下出しとるんやろがっていうふうにやったんですよ。で実はその Y 新聞の国税担当の記者さんとは僕より先輩の人だったんですけど、なんか結構よくさせてもらってたんで、その人はスーッと寄ってきてね、あいつはねもうああいうことやる癖があるんやとかって、困ったもんやなあいつって言ってたのを覚えてますよ。であとね、全日空機がね、札幌でハイジャックされちゃったことがあったんです。麻原孫氏を解放しろって、久住っていう被告、東洋信託銀行の元支店長かなんか結構偉い人、何を思ったかね、千枚同士でこう振り回してね、ハイジャックしちゃったことがあったんですよ。でその時に羽田もですね、飛んでくるかもしれない、羽田行きの飛行機だったんで飛んでくるかもしれないって言うんで、羽田でずっと待機して会見を全日空がやったんですけど、ね、その時もね、それは A 新聞の記者でしたけどね、ワーキャーワーキャー最前列でね、もう答えようのないこと聞くんですよね。こういう事案を起こした責任をどう考えてるのかって、いやいや、やったのそれ犯人でしょうみたいなね、なんかね、もう本当ね、よくわけわかんない。何なんですかね、僕、国交省を担当したことありますけど、なんかね、まあ、正直言ってね、国土交通省ってね、あんまり、まあ、僕もやったから言うわけじゃないですけど、あんまり主流ポストじゃないんですよね。テレビなんか置いてないところもあったぐらいの感じだったんで、まあまあ、あと局が、まあ、やってみると楽しいところなんですけどね、局いっぱいあって。だけどまあそういう感じでね、なんか何なんだろうな、もう鬱憤をぶつけてるんですかね。本当にね、こういうのは、ね、今はもうネット社会でみんな見てますんでね、やっぱり本当に真剣勝負だって言うんだったら、やっぱりこう質問してる記者が、ああこいついい質問してるなっていうふうに見てる人が思わないとやっぱりいけないのでと思うんですよ、僕は。だからまあその今の段階でね、いろいろ原因的なことをその日光から聞こうとするのがそもそも僕は違うんじゃないかと思ってます。それだったらやっぱり運輸安全委員会の職員の方をですね、やっぱり
どっかで捕まえて話を聞くとかですね、した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、それはね、多分記者の方もね、めんどくさいんですね。だからね、会見で済まそうとするんですね。と思いますよ。僕も一応そういうところにいましたからね。ただ、やっぱり、運輸安全委員会の方は、鉄道部門と、航空部門に分かれてるんですけど、皆さん専門家なんでね、話するとね、すごくやっぱり勉強になりますし、視点なんかもすごく面白いんですよ。もう本当に詰めてくんでね、警視庁なんかとはまた別の、ああ、こうやって、追っていくのかっていう、特に最後の報告書なんか読むとですね、細かいところまでよく気をつけてるなっていうのは本当に思います。だから僕は、あまりね、ひょっとするとね、上司からね、上司の目を気にしてるのかもしれないな。なんか何々新聞の誰々ですって言って、俺ちゃんと質問してますよ、仕事してますよ、的なね。まあ僕の邪推かもしれませんけどね。まあ、この今の質問だったら別にしなくてもよかったんじゃないかなっていうふうに思います。やはり、まあ昔からね、まあそういうなんかとんでもない質問したりとか怒り出す記者とかいましたよ。で、まあ僕もね、そんな、他人のこといろいろ言ってますけど、僕も品行方正な記者だったわけではありません。むしろ逆で、まあどちらかというと行儀の悪い記者で、でした。はっきり言って。ただまあ、警察のね、署長とか、課長とか、捜査一課長とか、捜査一課次長とか、まあ、警視庁でいう理事官ですね。そういう人たちとはよく喧嘩してましたけど、まあ、あんまり記者会見で暴れるっていうのは、あんまりちょっと、僕も、まあ、美学として良くないというか、なんか、あんまりカメラ回ってるところでいじめんのはなっていうのがあったのは事実です。それから最後に、前回の昨日のですね、YouTube でですね、の動画で、ちょっと変なところがあったと思います。今見ていただいた通り、みたいなことを言って、その見ていただいたという映像が全然ないじゃないかというふうに思われた方が、多いと思いますので、まずそこは本当に僕の不手際でお詫びいたします。これどういうことかと言いますと、実は産経新聞のですね、ネットニュースにあった動画を1分間最初ここに入れてたんです。で、こうやってね、僕バカみたいにこうやってやってたんです。こうやって。で、よく考えてみたら、まずこの僕の間抜け顔がですね、ずっと1分間バカみたいにこうやってやってたんで、これはちょっと、アホすぎるだろうというふうに思ったのが一つ。もう一つは、1分の長きにわたって、やはり産経新聞、まあ元ネタはね、ツイッターから撮ってるケースがほとんどだったんですけど、まあ、でも産経新聞が編集して作ったものですから、まあそこはやっぱりひょっとすると著作権の問題が出てくるかもしれないということで、昨日の段階では、見合わせることにしました。そういうことで、ちょっとなんか前後おかしな、感じになっちゃって、申し訳なかったと思いますけれども、まあ、そういう事情があったということで、まあ、今後そういうことがないように、気がついた時がね、夜のね、またちょっと言い訳なんですけどね、気がついたのがね、夜の3時近かったんですよ。でもう6時までもうそんなに時間ないと、じゃあもうここバッと端折ってそれでやっちゃおうみたいな感じで、まあ、あといいや、まあ、なんとかもう見ていただいて類推してくださいみたいな感じでちょっと見切り発車してしまったんで、その辺はちょっと 不格好な面が あったと思います。申し訳ございません。今後とも、よろしくお願いします。で、今日は、この辺りで終わりにしたいと思います。皆さん面白いなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。